毎度、徹子です。韓国国会本会議で韓国釜山の華独島に国際空港を作るという法案をわずか3ヶ月でスピード可決しました。5つ目の国際空港ということで、韓国は歓喜の声を上げているんだけど、空港建設地はとんでもなくヤバい場所ということがバレて炎上しています。ニュースの詳細。26日、華独島新空港特別法案が韓国国会本会議を通過した。昨年11月に与党共に民主党所属議員138人と保守系最大野党国民の力所属の釜山、慶尚南道地方の議員らがそれぞれ華独島新空港特別法案を発議してからわずか3ヶ月でのことだ。韓国国会はこの日本会議を開いて、賛成181、反対33、棄権15で華独島新空港特別法案を可決した。共に民主党ではユンミラン、ヤンイウォンヨン議員が棄権し、残りは賛成票を投じた。国民の力ではテグ、慶尚北道地域の議員は反対、釜山、ウルサン、慶尚南道の議員は賛成に回った。国民の力指導部はこの法案について別段党議拘束をかけず議員に自主投票させた。少数野党正義党の議員らは全員が反対した。主務部署の国土交通部に企画財政部と法務部は予備妥当性調査の免除や安全性、違法性、他の国策事業とのバランスを指摘してこの法案に対し反対意見を出したが、事実上の与野党合意によって26日に法案は可決された。この法律により華独島新空港は予備妥当性調査を免除され、建設費を全額国費で調達し、各種の負担金も減免されることになった。ムン・ジェイン大統領は法案通過前日の25日、釜山の華独島の現場を訪れて、2030年までに観光させようと思ったらスピードが必要と発言したとのことです。あかん。この国際空港の計画は以前からあったんですが、経済性がないとして2011年と2016年に否決されています。しかしムンジェイン政権が突如この計画を推進することにして、3ヶ月という短期間であっという間に法案を可決してしまいました。理由は簡単で、4月に行われる釜山市長選挙で勝つためです。釜山の前市長がセクハラ疑惑で辞職してしまったので選挙が行われます。国際空港を建設してお金を落としますよとアピールして票を集めるためにすでに否定されたプランを持ち出してきたんです。昨年4月の総選挙でお金をばらまくと宣言して与党が圧勝するなど、票を簡単に買収できるという甘い蜜を味わったムンジェイン。ここ最近の行動は常軌を逸していて、ばらまき政策の棚が徐々に外れています。でもばらまきをやめれないし、この愚かな行為を止める人もいません。最近韓国で話題になっている日韓トンネルも同様で、お金を持ってきますよという話のネタにすぎません。市長選挙に勝つために国会で都合のいい法律を通過させるって最低です。勝つためには手段を選ばないムンジェイン大統領はある意味最強ですね。ちなみに経済性がないと2度も却下された法案なので、多くの人が納得するデメリットが存在します。新国際空港建設予定の釜山近辺では地盤沈下がたびたび発生していて、華独島も地盤が弱いから危険だと言われています。国土部は検討報告書を出していて、単に事前調査の必要性を説明するだけでなく、安全性とコストの増加について深刻な懸念があちこちに現れていると、軟弱地盤に建設される華独島新空港の危険性を事前に警告していました。海岸埋め立て地にある釜山の明治新都市では、最近道路に1メートルの亀裂が生じて、歩道も7センチの亀裂、8センチ沈んだり、深刻な地盤沈下現象が発生しています。どうやら昔の釜山近辺は干潟だったので地盤が柔らかくなっているとのこと。国土部は軟弱地盤の盛り土措置を基準値よりも3倍以上厚くするように設計しなければならないということが分かっている、地盤補強を通じた安全性の確保が必要な状況だと説明しているんだけど、票集めに一生懸命のムンジェイン大統領の耳には届きません。新国際空港の建設予定は軟弱地盤なので、
安全を確保するためにコストが増えることが分かっているので、空港建設は経済性がないと判断されていたのに、与党と文大統領はその決定を無視して新空港を建設する法律を通してしまったんです。この空港建設にかかる費用は諸説あるのですが、国土部の試算によれば28兆6000億ウォン、約2兆6586億円となっています。これまでの韓国国策事業は当初の試算通りに計画が進んだことがないので、これ以上の費用が発生するのは確実です。それに国費を投じるビッグプロジェクトをわずか3ヶ月で可決するって意味がわかりません。いつものパターンでお金をタブに捨てることになるんじゃないかなって思います。こちらが韓国の反応です。政治家たちのくだらない欲で国を滅ぼしている。政治に利用しないでください。コロナによって経済が厳しいのに選挙を控えているからといって特別法を通過させる行為は容認できません。ウルサン市民の私としては空港ができれば嬉しいのですが、その建設には莫大な税金が投入されます。だから経済性や安全性、その他の要素を十分に検討してほしいのです。政権を握ってから4年以上経っても何もしていないのに、今になってやると言い出した。ムンジェインたちはテグ地域の補欠選挙でも家族島新空港の特別法案を押し通しただろうか。その場合はテグ新空港の法案を作る予定だったんじゃないか。どうしてあなたたちはこんなにもずうずうしいのですか。自分たちがすれば国家ビジョンで、他人がすれば選挙用となる。海風が吹き荒れていて空港の位置も悪くて、たくさんのカモメが飛び回っています。キネ国際空港はもう閉鎖なのですか。家族島を空港にするという与党と大統領の公約を相談する専門家が文大統領の周辺にいない。ムンジェインが間違っていたとしても失敗の責任を負うことはない。世界10位の国を崩壊させるには4年もかからないだろう。二度と経験したくないことを経験してしまった。パククネ前代表のせいで9年も時間を浪費してしまったのは事実です。民主党は本当にありがたい存在です。これから釜山景勝南道に多くの変化がありそうで嬉しいです。これが公正と正義なのか、本当にすごいです。なんでいつもやってはいけないことをやろうとするんだ。埋め立て地に建設するか、特空港は特定地域用なのに、どうして国策事業になるのですか。むしろ主要4河川事業は国家全体を対象とする本当の国策事業だ。朴槿惠政権のキネ空港拡張はどれほど賢明で民主的で国家を思う政権かを改めて感じさせる決定だった。みんな正常な判断ができなくなっている。ある空港も滅びるこの時期に28兆ウォンを投資する価値があるのでしょうか。しかも建設地が安全地域でもないというのに、一体なぜ建てるのでしょうか。どれぐらいの人がその島に行って飛行機に乗るというのですか。1年に10人が往来すればいい方です。10年後には誰も利用しないだろう。最後まで見てくれてありがとうございます。